辰野北高等学校の生田愛です。辰野北高等学校の則本です。私からは辰野市における高齢者支援のあり方について質問します。現在日本における高齢化率は 25% を超え超高齢社会となりました。昨今のニュースでは高齢者の単身世帯が増えたことによる孤独死や老老介護問題など高齢者に伴う深刻な問題を耳にします。特に地域社会との関わりが疎遠になり一人暮らしの高齢者が誰にも看取られず亡くなる孤独死の話を聞いたときはとても胸が痛みました。このような社会問題をなくしていくには高齢者と地域とのつながりを作り地域に参加していく機会を作ることが重要だと考えています。辰野市では月2回程度の高齢者の方が集まり交流をする場が過去にあったようですが亡くなったと聞きました。集まりを楽しみにしている高齢者の方も多くいらっしゃる中でこれに代わる対策は何か用意していますか。また辰野市民病院では町の保健室のような取り組みが行われているのを知りました。この他にも高齢者の方々が安心して過ごせるように辰野市民病院を今まで以上に活用するような取り組みは考えていますか。要支援以上の方々には充実したサービスが受けられる政策がありますが要支援の資格を持つには至らないが日常生活に不自由を感じているという高齢者の方々は要支援者の高齢者の方々よりも多いと思っているのですがそのような方々に対しての支援は何か考えていますか。最後になりますが支援が必要な高齢者の方々に対して私たち高校生ができることは何かありませんか。辰野市の子育て支援と産婦人科の施設数について質問させていただきます。辰野市のホームページを拝見したところ子育て支援に力を入れていることが感じられました。特に子育てに関する情報を取りまとめた子育て支援ガイドブック大きくなあれは辰野市における子育ての行政サービスをまとめたものだそうで高校生の私にも分かりやすい内容でした。しかし辰野市には産婦人科のある病院数が少ないと聞きます。調べたところ辰野市の総面積 210.9 平方キロメートルの地に約 7.8 万人の人口を抱える一方で産婦人科のある病院は2件、助産院は0件です。近隣の自治体と比べてみると加古川の総面積 138.5 平方キロメートル、人口26万人に対し12件となっています。私の住む播磨町では総面積9平方キロメートル、人口3万人で2件の産婦人科があります。他の自治体と比べても病院数が不足しているような印象を受けました。女性が安心して子育てするためまずは出産の環境が整っていることの一つとして病院の存在は大切になってくるのではないでしょうか。少子化が進む今辰野市から若い人が市外県外に流れていくと地域の過疎化につながり市の活力が失われていくと感じます。子育て環境をより良くすることで出生数が増えるだけではなく人口の定着、市民が安心して家庭を持つ社会になっていくと思います。病院の数だけではなく医療機関における人手不足問題があると思いますがこのようなことについて対策は何かありますか。今川明議員。辰野北高等学校19番生田愛議員及び20番則本愛香議員の質問のうち1点目のご質問の辰野市における高齢者の支援についてお答えします。まず1番目のご質問の高齢者の方の交流する場の政策につきましては辰野市社会福祉協議会の小地域福祉活動推進事業があり
住民主体によるふれあいサロンの開催や3世代交流会など交流事業を実施しているものでございます。辰野市の取り組みといたしましては、ふれあいサロンの活動のメニューとして市役所の出前講座の講師を派遣するなどにより交流活動を支援しております。また介護予防事業として実施いたしております生き生き100歳体操推進事業では、住民主体の自主的な活動として普及を図っており、体操だけではなくさまざまな健康情報や生活情報について声を掛け合う交流の場となっております。次に2番目のご質問の辰野市市民病院を活用する取り組みについてお答えいたします。市民病院では高齢者の救急医療に対応するだけでなく、病気や手術後の在宅復帰に向けたリハビリを行う回復期リハビリテーション、通院できない高齢者を対象とした往診、訪問診療などの在宅医療を行っているほか、介護老人保健施設、ケアホーム三つやら、訪問看護ステーション連携、居宅介護支援事業所を運営しており、高齢者の医療介護サービスを提供しております。これからも辰野市の地域包括ケア体制の構築へ貢献できるよう、地域包括支援センターのブランチ機能の受託を図るなど、入院施設のケアのみならず在宅医療介護の推進に取り組んでいきたいと考えております。次に3番目のご質問の養子支援に至る前の状態の高齢者の支援につきましては、ホームヘルパーを派遣して在宅生活を支援する高齢者生活支援ホームヘルプサービス事業を、家に閉じこもりがちな高齢者に生きがい活動を中心としたサービスを提供する高齢者生きがい デイサービス事業がございます。その他、在宅高齢者の方の自立を支援する事業として、自立支援、配食サービス事業、高齢者タクシー事業、高齢者運転免許証自主返納促進事業、介護支援ボランティア事業、安心見守りコール事業など、実施しているところでございます。次に4番目のご質問の、支援が必要な高齢者の方々に対して高校生ができることについて、私の住んでいる地域で声を掛け合う運動や挨拶などができることから始めてみてはいかがでしょうか。挨拶ではお互いの顔が見える間柄になれば、相手の様子の変化に気づいてあげられるだけでなく、ちょっとした時に助け合える関係ができ、防災や防犯といった面からも安全安心な街づくりにつながり、声かけや挨拶により身近な高齢者の様子を気にかけるなど、日常生活の中でさりげない見守りをしてみてください。きっと喜ばれると思います。以上でございます。毛利義高遺憾。続きまして、2点目のご質問の辰野市における子育て支援と産婦人科の病院数についてお答えいたします。議員ご指摘のように、辰野市内に小児科診療所はございますが、産科をはじめとする分娩施設はございません。本市のみならず、西播磨二次医療圏においては、赤穂市および宍粟市を除いて分娩施設が存在しないことから、兵庫県保健医療計画においても医療圏の課題として取り上げられ、産科医療機関の誘致に向けた動きがございましたが、現在まで実現に至っておりません。女性が安心して子育てするためには、小児周産期医療の充実が必要でございます。本市の現状といたしましては、隣接する宍粟市、姫路市には産科病院および産科診療所、図産所があり、多くの市民が利用されております。その中でも姫路赤十字病院は、阪神間以外で唯一、妊婦新生児両者の救命救急に対応する総合周産期母子医療センターでございます。また、子どもの急病に関しましても、
休日は医療休日夜間急病センターが開設されているほか、姫路市休日夜間急病センターにおきましては、阪神科以外では唯一1年間365日、深夜帯も小児科の診療を行っております。こうした施設まで地域の大部分の地域から60分以内で到達できるという点で、本市は小児周産期療に関して非常に恵まれた地域であると考えております。今後とも辰野市単独では市民すべての医療ニーズに対応する施設を整えることは困難でございますが、定住自立圏を構成する市長をはじめといたしまして、近隣市長とも役割分担、連携協働しながら、医療施設の充実や医療従事者の確保に取り組んでまいりたいと考えておりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。19番、生田愛議員。丁寧なご返答ありがとうございました。温かい心と高齢者を常に気にかける思いを常に持ち続け過ごしていきたいと思います。また辰野北高校は看護科もありますので、日頃学んでいる知識や技術を生かし、また今辰野市で行われている事業の広報などにも参戦、協力していきたいと考えています。ありがとうございました。以上で終わります。